ホーム奥が横側、広島方面古市橋駅は、広島県広島市浅南区古市三丁目にある、西日本旅客鉄道岡線の駅である。駅番号は JRB07。相対式ホーム2面2線を持ち、行き違い可能な地上駅である。駅舎は、広島方面行きホームの壁寄りにあり、反対側の壁方面行きホームへは、構内踏切で連絡している。 自動改札機は簡易式。壁駅が管理し、JR 西日本関連会社の JR 西日本中国交通サービスが、駅業務を受託する業務委託駅である。緑の窓口が設置されている。緑の窓口営業時間は7時20分、11時50分、13時35分から19時。愛子家が利用可能。JR の特定特使内制度における。 広島市内の駅である。駅スタンプは、出雲岩見街道に栄えた街並みの残る駅。以下の情報は、広島市統計省及び、広島市西洋欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、乗車数と降車数が同じであると仮定し、年度埋総数を365で割った後で、さらに2で割った値を、小数点、第2位で四捨五入、死者母乳。 小数点1位の値にしたものである。かつては、アストラムライン沿線に、高校、大学のある方面へ向けて、路線バスが多数運行され、ラッシュ時には当駅折り返しの列車も設定されるなど、定期利用客の非常に多い駅だったが、1994年8月のアストラムライン開業により、その役目を、隣の大町駅及びアストラムラインに譲った。また、 2004年10月から2012年3月まで夕方らし主時に運行されていた快速通勤ライナーは通過していた。ありがとうございます。